すぐ悪材料に、韓国経済、ふらつき、低成長が固着したのか、総合。第2四半期の成長率0.3%止まり、輸出鈍化、マーズ、干ばつの影響。5四半期連続0%台の成長、潜在成長率の低下は避けられないようだ。ソウル連合ニュース維持本記者。 今年第2四半期の国内総生産 GDP 成長率速報値が前期比0.3%にとどまり低成長基調が固着化されているのではないかという懸念を醸し出している韓国銀行は中東呼吸器症候群マーズ事自体と干ばつの被害が第2四半期の成長率の低下の重要因であると説明しているしかしより根本的な背景に 家計負債の増加と微弱消費と投資心理揺れる輸出競争力など韓国経済の構造的な問題が潜んでいるという分析が出ている今年下半期にも米国の政策金利引き上げ中国のハードランディング懸念など対外的に韓国経済の不確実性を向上させる要因が散在している このままでは政府が目標としている今年3%台の成長率達成が難しくなるのはもちろんのことダブルディップ2番そこに陥り日本の失われた20年電車の後をついていくことになるのではという心配が大きくなるこれにより私たちの経済の非効率性を除去する果敢な構造改革を急がなければならないという声が力を得ている。 輸出不振、マーズ、間伐三重の悪材料が成長率0.5から 6%P ひっくり返す。韓国銀行が23日に発表した2015年第2四半期の実質国内総生産速報値によると、今年第2四半期の GDP 成長率は前期比で0.3%にとどまった。今後発表される暫定値と確定値を見なければならないが、 速報値と大きく変わらない見込みだ。昨年第4四半期の税収不足の影響で、成長率が0.3%にとどまった後今年第1四半期の0.8%の成長率で、回復の兆しが見えたところで、再び成長が倒れた。昨年4月のセウォル号3時で、経済心理が萎縮した第2四半期の成長率0.5%にも満たないレベルである。 韓国銀行は、今年第2四半期の経済成績が低調な背景に、輸出不振とマーズ事態と干ばつに伴う経済的な衝撃を挙げた。移住より韓国銀行総裁は、9日、今年の成長率見通しを、従来よりも0.3%ポイント低い2.8%に修正して発表して、輸出が不振で、マーズ事態、干ばつなどの一時的衝撃の影響で、 第2四半期の成長率が予想よりも大きく低下したことと推定されたと背景を説明したチェ・ギョンファン経済副首相兼企画財政部長官も21日外信記者懇談会で緩やかに回復していた内需も予期せぬマーズ事態と干ばつなどの影響で急速に萎縮していると似たような状況認識を示したソヨンギョン韓国銀行副総裁補は9日 経済見通しの記者説明会で、干ば被害が0.1%ポイント、マーズ自体が0.2%ポイント代後半、純輸出が0.2%ポイントほど、年間成長率を減少させたと分析されたと述べている。これらの3つの要因が、第2四半期の成長率を、当初の予想よりも0.5から0.6%ポイント下げたわけだ。これに先立って、 韓国銀行は3ヶ月前、4月に発表した経済見通しで、今年第2四半期の成長率を1.0%に見据えたことがある。このため、一部では予想できなかったマーズの衝撃を考慮しても、韓銀の経済予測能力が不良だという批判の声も出ている今後の経済見通しも、憂鬱、内外のあちこちに悪材料。問題は 国内外に潜む危険要因を考慮すると韓国経済の将来が明るくないという点であるまず耐えない要因を見ると構造的要因で萎縮した消費と投資心理が簡単に上向くのが期待しにくい状況である今年第2四半期の民間消費は前期比で0.3%減少し設備投資は0.4%の増加にとどまった。 住宅取引活性化の影響で、今年、第1四半期7.4%の増加だった建設投資は、第2四半期の増加率が1.7%に低下した。MARS 事態以後、外国人観光客の減少による関連業界の不振も相当期間持続するものとみられる。伊ジュヨル・総裁は、22日、経済動向懇談会で、マーズ s 余を要因別に分析してみると、 外国人観光客の減少の影響がかなり大きいことが分かったとし7から8月の観光シーズンも外国人観光客の数が本格的に回復するのは難しそうだと憂慮した前期比で0.1%増加したが不振に陥った輸出も回復に自信が持てない雰囲気だ国際通貨基金が最近出した修正経済展望では今年の世界経済成長率を 3.5%から3.3%に下方修正した世界貿易が鈍化する可能性が下方修正の主な背景である輸出不振は円安と先進国の景気回復の遅れ中国の産業構造の変化など構造的な要因が一致しており反発を期待するのは難しいのが事実である対外的には米国の金利引き上げ 中国のハードランディング懸念などをかき分けていかなければならない境遇に置かれた米国の金利引き上げは古くから予告されてきたが実際に金利引き上げが断行されると金融市場にどのような影響を与えるのか簡単に予測するのは難しい最近表示された中国の証券市場不安も危機感を育てている韓国経済は 中国経済との関連性が非常に高いため、中国市場で否定的な投資心理が広がっていく場合、韓国の実体経済への転移を懸念せざるを得ない。産業研究院の発表によると、今年第3四半期の売上高見通しの景況判断指数、BSI は、前期の予測値114より12ポイント低い102を記録、企業の景気回復の期待感さえ明らかに悪化したことが分かった。 一部では第2四半期の成長率が0.3%に下がり政府が出した今年の成長率見通しである3.1%はもちろん韓銀が発表した2.8%も達成が事実上難しくなったのではないかという指摘が出ている年間2.8%の成長率見通しを達成するには第3四半期と第4四半期の成長率が それぞれ1%台に上がってようやく可能だからである低成長の泥沼にはまるのか、潜在成長率も低下の懸念。各種悪材料で景気回復が遅れ、短期的な景気低迷を超えて、韓国経済が完全に低成長の泥沼から抜け出せないのではないかという懸念が出ている。政府が 11兆8000億ウォン台の補正案を含む22兆ウォン規模の財政補強策で景気浮揚を図っているが急速に弱体化した経済基礎体力を生き返らせられると予測するのは困難な状況である補正案が国会の敷居を超えないまま漂流し執行時期を見積もることができないからである孫ユン遠征大教授は韓国経済はすでに生産と消費 投資が低迷した中で輸出が急落するなどデフレ現象が深刻化していると診断したファン・セウン韓国資本市場研究院資本市場室長は韓国経済が低成長の泥沼にはまったのはほとんど確実だろうとしただ悪材料が重なって成長率が低下したという点で今より高い実質成長率が達成可能だというのも事実だと述べた彼は政策当局は 反復的な悪材料に伴う消費心理の鈍化を防ぐため、コンティンジェンシー・プラン・緊急時対応計画を用意しなければならないとし、米国の金利が引き上げられても、金融政策の緩和的基調を正し、潜在成長率の低下も既成事実化している雰囲気だ。潜在成長率とは、適正インフレ下で一国が利用可能な資源を活用して、達成することができる成長率をいう。 キム・ジョンホワ州大学教授は、韓国経済は高齢化と経済成熟化に応じて動性の低下が避けられないだろうとし、2060年代に至っては潜在成長率も0.8%台まで下落する可能性があると警告したりもした。人口の高齢化などを考慮すると、基調的に潜在成長率が減少傾向にあるという説明である。LG 経済研究院は、 最近出した報告書で、韓国の潜在成長率が今後5年間で2%台半ばに低下する可能性があると分析したことがある。韓国の潜在成長率は2013年ですら3.6から3.7%と推定されたが、これよりかなり低くなったというのが、研究機関の分析である。韓国銀行も、潜在成長率を、 3%台前半に下方調整を検討していることが分かったチャン・ポヒョン・ハナ金融経営研究所主席エコノミストは景気循環要因だけでなく構造的な面での傾向的な成長率で年3%が難しくなる状況だと思うとし今は低成長の現実を避けず受け入れなければならない時期だと述べた彼はまだ高成長神話に埋没していると 人為的な短期扶養策だけが出てきて副作用を引き起こす可能性があるとし構造改革の方向も単に成長率を高めることに焦点を合わせるよりも低成長基調でも国民が希望と未来を持って暮らせるようにすることに重点を置かなければならないと強調した。